1番2番3番4番5番第1レースタートが切られました。まずは1周1マークへ向かう先行争いとなっています。第1ターンマーク内から6号艇の前田ですが、スタートは判定中となっています。スタートは判定中、第1ターンマークを旋回しましてバックストレートへ出ていますが、スタートは判定中。このレースはフライングがありました。第1競争フライング、5号艇の宇田川フライング返還決勝となっています。5番に関する投票権はすべて払い戻し返還となりますので、お手元の投票権は大切にお持ちください。1番2番3番6番4番5番スタートが切られました。後手を踏んでいるのは6号艇の丸野です。1周1マークへ向かいます。インコースから1号艇の木下が逃げる体勢で、2コースの2号艇の吉田、スタートは判定中となっています。スタートは判定中となっておりますのでご注意ください。スタートは判定中となっています。フライングがありました。3号艇長井氷也フライング、3号艇長井がフライング返還決勝になっています。3号艇長井に関する投票権すべて払い戻し返還、お手元の投票権大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。一本持ち手も角からスタートは0台中盤から前半4番の三浦啓太、いいスタート。一気に内枠の3人を叩いて、まずは角から4番三浦のまくりがあっさりと決まりますが、内側おっと後ろでは一手5番の坂井陽介にアクシデントが起きています。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。なお5番の坂井陽介転覆のため失格、5番の坂井陽介転覆のため失格となっております。1番2番3番4番5番6番スタートしました。覗いたスタート、4コース角から4番の宇佐美はかなり際どいところ突っ込んでいきましたが、ゾーンには入っています。その後は伸び返す1番の山崎が先に回って難なく攻めを封じ込めました。スタートは前提正常でした。かなり4番の宇佐美は0102あたりでしょうか、0台前半のスリットラインでしたが、しっかりとゾーンには入って、その後は1番の山崎の速攻決まって、さあ2番手争い、内側から3番坂井が競りかける1周にマーク、それを外を回って包んでかわす4番の宇佐美、ここは2番手を守ります。3番手内をつく6番の候補ですが、わずかに届かず、なんとか3番の坂井がしのぐ形、レースは2周目に入っています。それでも内側から追い詰めんとする6番の候補、その候補の行く手を遮る、抑え込んでいく3番坂井、2周1マーク、3番手争い残る3人がさあ坂井に襲いかかるところ、内からスパッと刺してさばいた6番の候補龍一、ここで3番手に上がります。たまらず3番坂井は5番の佐藤にもかわされて5番手に交代します。6番候補3番手、5番佐藤4番手、3番坂井5番手、レースは2周2マークの旋回です。3番手6番の候補が後続を振り切って、おっと3番の坂井は大きく振り込んでしまって、その後ろで2番の小林智も2マークのあたり止まっている状態です。1番4番6番の体勢、4人は最後の1マークの旋回、まだ2マークの付近では3番の坂井2番小林両者は立ち往生しています。1番4番6番そして5番の佐藤が最後のバックストレッチに抜け出しています。残る4人がこれから最後の2マークの旋回、まだ2番の小林、3番坂井立ち往生したまま動けない状態です。その2人を避けながらの旋回、1番山崎、4番宇佐美、そして6番候補の順、1番4番6番は 13.3 倍、先頭1番山崎ゴールイン、4番宇佐美ゴールイン、6番候補ゴールイン、5番佐藤ゴールイン。なお2番の小林慎、3番坂井亮介両者は失格となっております。2番の小林、3番坂井両選手とも失格となっております。1番2番3番4番5番6番スタートしました。4コースカードから、これは早いか、かなり際どいスタートです。1周1マークの旋回ですが、ここは痛恨のコール、ファンの皆様にお知らせいたします。4番中村博信フライング返還欠場、4番の組に関する投票権は全て返還となります。お手持ちの投票権、投票内容着順確定までどうぞ大切にお持ちください。そしてご確認ください。1周2マークトップで迎えた1番黒崎ですが、懐甘くなってスパッと刺してさばいたのは2番の後藤博史先頭です。その後ろ2番手争い三つどもえ、内から5番の黒柳、真ん中6番の渡辺、外に1番の黒崎、若干1番黒崎前に出つつありますが、内側からボートを伸ばして5番の黒柳、2周1マーク2番手先に回りますが、外を選択1番黒崎、内からスパッと6番の渡辺、
部内をついて上がってきますが、まだ2番手争いは内外離れた広がった3人の2番手争い、外側で1番の黒崎、5番の黒柳、この2人が競り合って内側から6番の渡辺、スルスルと2周に回く2番手先に回るところ、おーっと1番の黒崎はアクシデントです。先頭は2番の後藤博士、そして5番の黒柳、6番渡辺、競り合いで最終周回です。1番の黒崎達也は転覆のため失格、1番黒崎転覆のため失格となっております。1番3番2番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇小山、2、3コース3号艇中島、2号艇吉村コーススタート、逃げる1号艇小山、3号艇中島、そして2号艇吉村が幕に挿すか、内を突く4号艇藤原、間から5号艇奥平が続く、逃げる1号艇小山勤が先頭、2番手は3号艇中島が現在1停車リード、この内側から4号艇藤原接近、相当から2号艇吉村が続く、スタートは正常です。2番手1号艇小山がクリア、2番手いった、3番手4号艇藤原先丸、内を突く2号艇吉村、あるいは5号艇奥平、3番手現在4号艇藤原が1点ほどリード、内側から食い下がって2号艇吉村、5番手から5号艇奥平が追走です。1番から1号艇小山、3号艇中島がクリア、3番手4号艇藤原先まっていった、切り込んでくる2号艇吉村、あるいは5号艇奥平も、3番手4号艇藤原、この藤原が2番手定冠詰めてきまして、2、3番手定冠現在2停止ほど、これからレースは2周にマーク、1号艇小山勤が先頭、2番手それでも3号艇中島達也が優勢に待っていくか、4号艇藤原が懐切り込んでくるんですが、ちょっと2号艇吉村が壁になるか、それでも内を突く4号艇藤原、左右から5号艇奥平が接近、3番手まだ4号艇藤原優勢、内側から1点支配差、5号艇奥平食い下がって最終周回です。3周1マーク、3番手4号艇藤原先まっていった、内を突く5号艇奥平は4番手、3番手4号艇藤原が現在3停止リード、上位は1番3番4番です。3連単134で総数は 35.6 倍、最終ターンマークは逃げた1号艇小山勤が先頭、2番手3号艇中島達也、3番手4号艇藤原貴人が続く、1番3番4番で第5レースは合流五輪、2番手3番中島五輪、3番手4番藤原五輪、5番奥平が4番手、5番手で6番板倉が合流、そして今最終ターンマーク向かっている2号艇吉村ですが、スピードの方があまり乗っていません。ラストターンマーク今旋回していますが、かなりノロノロしたスピードが乗らない状況、2号艇吉村残り 100m を切るところです。あと 80m、 2号艇吉村ゴールできるかどうかといったところ、 40m を切ります。なおお知らせいたします、このレース2号艇吉村茂樹は不完走失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから1番の倉谷がコースタートを切りました。4コースが遅れる体型で1周1マーク、逃げる1番の倉谷、3コースから3番吉永のまくり届きません、内を突く2番の島川も追走がいっぱいというところ、ここは2番手争いで1番の倉谷すんなり逃げました。スタートは前提正常でした。2番手直線では2番の島川がここは3番吉永をかわしていきます。この後ろ内から伸びてきたのは6番の松本2マーク、6番松本を外を回った2番島川が振り切ります。そして松本のうち3番の吉永差し返して、ここは3番手上位3艇は1番2番3番ですが、まだ3、4番手その差1手進弱、今度も内をついて6番の松本差を詰めていきます。2周1マークの旋回、内から合わせに行く6番の松本を外を回った3番吉永、ここは振り切ります。そして1マーク後方ではアクシデントが出ています。上位3艇は1番2番3番と変わらず、レースはこれから2周2マークとなります。1マークではアクシデントが出ています。2マークの旋回からホームストレッチへと確定が移ります。レースはこれから最終周回です。なお5番の小野は妨害のため失格です。5番の小野は妨害のため失格です。また4番の鶴は塩素のため失格です。4番の鶴塩素失格です。
予選2日目の G3 マスターズリーグ第3戦後半戦、ここに来てやや逃げが決まらない展開となっています。水面上予選の第10レースを迎えました。なおこのレースは2番の柏二郎病気のため欠場となります。枠なり3対3の体系スタートしていきました。インコースから1号艇の安子内へスタート先行しながら1周目第1ターンマークに向かいます。外を行く3号艇の鶴田まくり差しに向けるところ、ボートを置いて3番少し急ぎ行ってアクシデントが起こっています。先頭は1号艇安子内、2番手争い5番2番と並走、すぐ後ろに3号艇、そして4番にアクシデント、6番もエンスト中という展開になっています。スタートは前提正常でした。2マーク先頭1号艇の安子内、そして2番手争い5号艇3号艇2号艇と3艇もつれますが、わずかに5番の藤岡先行、その後は2番3番並んで2周目1マークを迎えていきます。なお4号艇の落合は妨害のため失格、4番の落合は妨害のため失格です。また6番は演奏のため失格、1周1マークにおいて6番は尾崎は演奏のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2番の西村踏み込んでしまいました。2番の西村まくっていきまして1周1マーク、さらには4番長島もまくり、3番深川ですけれども、お知らせです。お知らせいたします。2番の西村、2番の西村はフライング変換欠場になりました。ご注意ください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇古川、4角から4号艇間のインと角の両者コースタート、1周の1マーク、インからまず先手は1号艇の古川、握っていく3号艇の関根、内を刺して2号艇の瀬島、そして4号艇間のアターンマークに接触アクシデントか。先頭は1号艇古川正幸です。リーダー3停身、2番手は3号艇の関根が2停身リード、3番手2号艇の瀬島2停身差、4番手から5号艇永瀬が接近。なおスタートは正常です。ここでお知らせいたします。4号艇間のアクシデント失格、4番はアクシデント失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2号艇のため好スタート、4号艇の道上も好スタートを切っています。逃げ体勢作る1号艇山本智樹をまくっていく2号艇のため、内からは3号艇西岡、その内を5号艇山本里奈が続こうとします。2号艇のためが3停身4停身とリードを取って単独先頭です。1号艇山本智樹が内、外は4号艇道上、その後ろは5号艇と6号艇が並んでいます。なお3号艇西岡にアクシデントでしょうか。スタートは正常です。ここでお知らせいたします。3号艇西岡成美は落水のため失格、3号艇西岡成美落水のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアウトを受けてきたのはうちの2人、1号艇と2号艇、1周の1マーク、1号艇のミーショ先行体制、2号艇の飯山が指していきました。5号艇、3号艇外を続いていきますが、バックへ入って1号艇、おっと後方アクシデント、6号艇にアクシデントでしょうか。スタートは正常でした。お知らせいたします。6号艇の柳瀬浩二が失格、1周1マーク、6号艇柳瀬が転覆のため失格です。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。3号艇の明石、そして1号艇の葛原いいスタート、1周1マーク、1号艇の葛原逃げる、4号艇に田まくりに行く、3号艇明石の差し、そして5号艇の武富バックスレッジ、3号艇明石がボート半分内から一定新リードを取っているか、粘る1号艇葛原、5号艇武富、さらには6号艇田中も伸ばしてくる、外では4号艇の新田、2号艇渡辺最高峰スタート正常でした。1周2マーク、3号艇明石、1号艇葛原逃げてホーム直線コース、先頭は3号艇の明石に抜け出して、2番手は1号艇の葛原、内から4号艇の新田、4号艇新田、1号艇葛原、2番手3番手の定間フォーム直線コース、1停止半から2停止差、2周1マークの旋回です。1号艇葛原小さく丸、4号艇の新田握っていきます。1号艇葛原バックスレッジ、4号艇新田、1号艇葛原バックスレッジは2番手争いです。4号艇新田、そして外は1号艇葛原、わずかにリードを取っていますが、内からは4号艇の新田が伸ばしてきて、2周2マーク、4号艇新田先手を打ちます。1号艇葛原ひまみに乗ってちょっとアクシデント、バランス崩した、
6号艇の田中ホーム直線コースへ。6号艇の田中が2番手、3番手が2号艇の渡辺、そして4号艇の新田、5号艇の武富。このレース22マークアクシデントありました。1号艇の葛原アクシデントがありました。失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第7レースのぞいたスタートは4番の松田隆。さあ4番の松田がまくっていく。インから応戦は1番の岩崎、まくって先制は4号艇の松田隆が突き抜けた。先頭は4号艇松田隆、その後ろ2番手は5番の山口修司、追いかける1番の岩崎雅也。スタートは前提正常でした。さあ5番の山口に食い下がった1番の岩崎、1周2マークの旋回取って、旋回は4番の松田隆、2番手は1番の岩崎先行する。切り込んでかす5番の山口修司、2番手の位置をキープ。上位の体型は4番5番1番。レースはこれより2周目に入りました。先頭は1周の1マーク、4コースからトップスタート一気にまくった4番の松田隆、そして2番手は5番の山口修司、追走の3番手が1番の岩崎雅也です。さあ5番の山口に食い下がってくる1番の岩崎雅也、5号艇1号艇並んだ2番手接戦となりました。5番の山口修司がアウトコース、インコースが1番の岩崎雅也、1番5番並走から西の2マーク、2番手は1号艇の岩崎が先行する。切り込む5号艇の山口修司、おっと危ないシーンとなった。これで2番手は1番の岩崎雅也、そして3番手に上がってきた6番の村上翔一です。なおこのレース5号艇の山口修司は転覆のため失格、5番は転覆のため失格となりました。1番2番4番5番6番3番でスタートしていきました。6艇あまりタイミングとしては差がありませんでしたが、ダッシュをつけて角から6号艇の栄田一気に伸びていっての1マーク、まくり先制なるかというところ、まくり差し3号艇の藤岡抜けましたが、わずかに6号艇の栄田が前で一定審査、3号艇藤岡のうちに1号艇の吉田が合わせてきています。スタートは前提正常でした。主導権を握ったのは6号艇栄田が1周2枠トップで旋回、そして2番1番3番3艇もつれ合ってホーム直線コース最長差し上がる3号艇藤岡、2番手わずかに優勢、外一定審査の1号艇の吉田、2号艇の中あたり少し遅れを取って現在4番手です。目下上位体型は631の体型で、2周目1マークの旋回、6号艇の栄田、続いて3号艇バウンドしている藤岡ですが2番手こらえました。3番手も1番2番さらには5番と近づいてきてもつれ合っているんですが、わずかに1号艇の吉田がかわしています。先頭から631の体型、すぐ後方に5号艇の正木、2号艇の中渡り、最後方は4号艇の宮地で2周目2マーク。さあ5号艇1号艇2号艇もつれる1番と2番ぶつかり合って、これは危ないシーンになりましたが、この間に5号艇の正木政権逆転で先行です。さあこれは波乱の展開に後ろなっていますが、先頭から6番3番5番その後2番4番と続いて最終1マークを旋回、先頭は6号艇の栄田、追走3号艇の藤岡、3番手5号艇の正木です。なお1号艇の吉田は落水のため失格、1番の吉田は落水のため失格となっています。枠なり3対3の体系スタートしていきました。ほとんど差はないスタートから1周目第1ターンマークに向かいます。スリッターとインコース1号艇金子出ていきました。最初に金子が運んで3号艇の宮地が外を行きました。2番刺した山本でしたが、イン逃走を決めた1号艇先行。1艇1マークアクシデントが起こっていますが、現在上位はトップから1番2番、その後は5号艇3号艇4号艇3艇接戦です。スタートは前艇正常でした。なお6号艇の鶴田は転覆のため失格です。6番の鶴田は1周1マークにおいて転覆のため失格となりました。やはり80お越しになります。1番2番5番3番6番ダッシュ4番です。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。ご注意ください。仕掛けたのは6号艇の横沢ですが、1号艇がブロックしながら回っていきました。内側2号艇が差してきていますが、このレースお知らせがあります。第6レース1号艇渡辺県フライング変換決勝、1に関する投票すべて払い戻しになります。ご注意ください。 123-456 です。スタートを切りました。
ました。4角から覗きました。4号艇の藤田康弘、その後伸ばせるか。3号艇に引っかかって、今度は3号艇が仕掛けていきます。3号艇が1号艇までまくり切ったんですが、少し流れて内側からまくり出し、4号艇の藤田康弘です。スタートは前提正常でした。4号艇藤田のまくり出しが届いています。続いて仕掛けていった3号艇浅見、そのインサイドから1号艇長野立て直して、後方は5番2番6番、ここは4番手並んだ状況です。2マークは4号艇の藤田から3号艇思い切って握っていって浅井正勝、それに対して1号艇波の内から内へ回っていった長野となっています。2番手争い、現在は3号艇浅見若干リードか、しかし内側から追いついていく足があります。1号艇長野道夫です。時計前では判定士に覗いている3号艇浅見ですが、2周1マークは2番手先に行きそう。1号艇長野、4号艇の後ろ1号艇長野いて、3号艇は5号艇と接触、その後アクシデントとなってしまいました。3号艇の浅見、2周1マークでアクシデント発生。現在走っているのは5艇です。上位は4番1番、その後ろですが3艇が競り合っています。6番2番5番競り合っています。なお3号艇は2周1マークで失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。1秒前、スタートしました。技にコースアウトは2コース3コース2号艇3号艇5号艇6号艇も技にコースアウト、1周1マーク。1号艇伊藤が先に逃げる。3号艇がマグサス、2号艇がターンマークに当たった。バックステッチに入って、ここは3コースからマグサした。先頭は3号艇木田美乃之、2番手争いは1号艇の伊藤がインから残して単独の2番手か。3番手には6号艇の浜崎、後方2号艇4号艇5号艇が追走。1周2マークの攻防です。スタートは正常でした。3号艇若干キャビッタも、先頭は3号艇北見の行き、2番手争いは1号艇の伊藤が2番手優勢。3番手には2号艇の川村亮、一気に3番手浮上。上位体系は3番1番2番、後方4号艇5号艇6号艇が追走。レースは2周目1マーク。先頭は3号艇木田美乃之、2番手は2号艇が突っ張ってくるもかわしました。1号艇の伊藤義人も2番手をキープ。2号艇川村亮が3番手、上位の3人は3番1番2番、3、4番手は若干定冠が開いて、4番手以降4号艇萩原、5号艇広中、6号艇の浜崎最高峰。レースは2周目2マークの旋回。トップ旋回は3号艇木田美乃之、2番手は1号艇伊藤義人も、3番手は2号艇ですが、さあ内から4号艇が接近か。2号艇4号艇、しかし定冠は2点差ぐらい。2号艇の川村亮、3番手は優勢。上位体系3号艇1号艇2号艇ですが、4番手から食い下がるのが4号艇萩原。さあ2号艇4号艇が判定審査から並んでくるか。レースは最終周回1マーク。4号艇内から突っ張ってきましたが、かわしました2号艇川村亮。川村が3番手をキープ。リードは3点審から4点審。上位の3人は3番1番2番で最終ターンマークの旋回に向かいます。先頭3号艇木田、3コースから幕出し、2番手は1号艇伊藤義人も、3番手は2号艇川村亮が道中逆転の3番手。3号艇1号艇2号艇3番1番2番、後方はアクシデントがありました。先頭3番の木田五輪、2番手は1番の伊藤義人も、3番手2番の川村、6番の浜崎、5番の広中。なお4号艇は落水、4号艇は落水による失格です。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。インコースから1号艇の武田美、わずかにスタート。センターからは4号艇の浜崎、1周1マーク。1号艇の武田美が逃げる。3号艇の山口まくり刺そうとする。4号艇浜崎、そしておっと後方1艇2艇2艇にアクシデントがありました。バックストレッチ、1号艇武田美、4号艇の浜崎先頭2番手、そして2号艇の武田、6号艇の古川並んでいます。スタートは正常でした。このレーススタートは正常でした。1周1マークからバックストレッチにかけて2艇アクシデントがありました。3号艇の山口と5号艇の藤井にアクシデントがありました。失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。1号艇福田、2号艇平岡、3号艇の藤井、内3人スタート。1周1マーク、1号艇福田が逃げる。2号艇平岡の差し、3号艇の藤井まくりに行きます。バックストレッチ、1号艇福田が先頭。2番手2号艇の平岡の内からは4号艇の山本を伸ばしてきます。3号艇の藤井、6号艇中島、最後方5号艇太田。スタート正常でした。1周2マーク、1号艇福田、4号艇山本握ってホーム直線コース。内では2号艇の平岡、おっと4号艇の山本ですが、バランス崩してアクシデントがありました。ホーム直線コース、2番手2号艇平岡、3番手6号艇の中島、3号艇藤井、そして5号艇の太田。2周1マークからバックストレッチです。1号艇福田が先頭です。2号艇平岡、そして6号艇の中島が3番手。上位体制は1番2番6番の体制です。
このレースは4号艇の山本にアクシデントがありました。1番3番ダッシュ2番4番5番6番です。スタートしました。スローの2艇が好タイミング。1号艇村上、3号艇西島、1周1マークへと向かっていきます。インから逃げる1号艇村上、3号艇西島がここは刺してくる。外いった2号艇定金、2番差し4号艇森高、向こう上面と張りますが、まず先頭は1号艇村上康介、2番手は2号艇4号艇並走、内側4号艇森高、外からは2号艇定金、後方は6号艇3号艇5号艇。第7レーススタートは正常です。先頭は1号艇村上、2番手は4号艇森高がクリア、内側6号艇3号艇接近も、外をいった2号艇定金が 3番手単独守っています。1番4番2番の体勢、しかし内側から3号艇6号艇が追走。レースは2周目1マークへと移ります。上位2艇は1番4番3番手3号艇西島の、外をいった2号艇定金順次、内側ついた6号艇現場通る、向こう正面3番手争い2号艇定金を捉えた6号艇現場通る並走状態。さらには一定進行方、すぐ後ろからは3号艇西島、3艇による3番手争い。レースは2周2マークへと移っています。6号艇現場通るに内側2号艇3号艇狙ってくるがどうか。3番手は6号艇現場通る2艇進半リード。1番4番6番の体勢、レースは最終周回に入っています。先頭は1号艇村上康介、2番手には4号艇森高一馬、3番手6号艇現場通るに、ここはマイストロ取って差してくる3号艇西島ですが、後方アクシデント、上位体系は1番4番6番となっています。4番手に5号艇里見、後方アクシデントとなっています。上位体系は1番4番6番でラストコーナーからホーム側です。先頭1号艇村上、2番手4号艇森高、3番手6号艇現場で間もなくゴールです。先頭1番村上ゴールイン、2着4番森高ゴールイン、3着6番現場ゴールイン。5番久富ゴールイン、後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。2号艇定金順次エンスト失格、3号艇西島よしのりは転覆失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。わずかにスロー勢、1号艇2号艇3号艇好スタート、1周1枚開けて向かっていきます。インから逃げる1号艇西島、刺す2号艇三好にまくっていく3号艇村上順、向こう正面先頭は3号艇村上が独走態勢、5艇進リード。2番手ですが内をついた4号艇橋本、外からは1号艇西島が追走、後方は6号艇2号艇5号艇。12レーススタートは正常です。先頭は3号艇村上、2番手内側から6号艇竹越がプレッシャーもかわす4号艇橋本、そして内側ついてきた1号艇西島、2番手優勢は4号艇橋本利光、しかし内側から1号艇西島が判定し並走に持ち込んだ。さらには4番手から6号艇竹越、レースは2周目1マークへと向かっています。2番手争いが3艇の攻防、内側から6号艇竹越、その動きを見ての差し構え1号艇西島、と後方もつれたがどうか。2番手1号艇西島、3番手は6号艇竹越、3番1番6番となっています。後方2号艇5号艇となっています。後方1艇アクシデントとなっています。3番1番6番各艇ホーム側、これよりレースは最終周回へと向かっていきます。上位体系は3番1番6番、先頭は3号艇村上、2番手1号艇西島、3番手は6号艇竹越で3周1マークから向こう上面へと向かっています。なおお知らせいたします。4号艇橋本利光落水失格、4号艇橋本が落水失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースあたりはだいぶここは踏み込んで早いスタートが出ています。1周1マークとなります。早いスタートがありまして各艇バックストレッチへと移っていきます。なおファンの皆様にお知らせいたします。
1番の田中はフライング変換欠場でございます。1番田中真嗣はフライング変換欠場でございます。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。どうぞお手持ちの投票権大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第9レース、ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。どうぞお手持ちの投票権大切にお持ちください。このレースは1番の小池君雄、2番の松田隆、1番2番はフライングため欠場です。1番2番に関する投票権発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5号艇峰重がトップタイミングとなりました。青本の2人が出ていきます。さらには4号艇の上村、1幕まくる4号艇上村、まくり差しは5号艇峰重、さらに6号艇本村も握って続きます。先頭は4号艇の上村慎太郎、スタートは前提正常でした。4号艇上村、5号艇峰重、その後ろに1番6番2番固まって、今3号艇が1マーク付近で取り残されています。2マークトップで折り返すのは4号艇の上村、続いて5号艇の峰重の内を攻める1番2番、先頭は4号艇の上村がこの間に大きくリードを広げています。レースの方はこれから2周目、先頭4号艇上村、2番手5号艇峰重、3番手は2号艇の大熊が続いています。エンスト中の3号艇の外を回して先頭は4号艇の上村です。なお3号艇の楠原はエンストのため失格、3番はエンストのため失格となっています。